姫川潮和寺寺にある縄文時代の遺跡。1980年12月5日、国の史跡に指定された。新潟県の西端にある姫川と、その支流である小滝川の中流部及び大見川の上流部は、日本唯一の攻玉の産地として、広く知られている。寺地遺跡は、この姫川河口と大見川川口の中間。 日本海に面する低給料の先端部に営まれた縄文時代中期から晩期の集落跡である。1967年、土地区画整理の対象地となり、以降1973年まで前後5回にわたる発掘調査が実施された。その結果、中期前半から晩期にかけての玉作り工房跡と見られる縦穴住居跡6基と、 巨大な木柱4本を伴う得意な排斥移行が検出され、注目されることとなった。前景の検出された1号縦穴は、計5メートルの円形の縦穴で、壁面に沿って幅50から70センチメートルのテラスを設け、中央南西寄りの部分に、方形の石が小色、北東部のテラス上に、梅亀の施設を持つ。注目すべきは、 この石か小色の南に接して扁平な大型砥石が埋設され、またテラスの南壁に接する位置に、内部に、マナゴの体積の認められる計60センチメートル、深さ5センチメートルほどの浅い円形のピットがあり、それに接して計30センチメートルの扁平な河原石と、この河原石に乗せた砂岩室の砥石が検出されたことである。縦穴内部からは、 中期前半の土器と共に、姫川あるいは大見川の川床で採取したとみられる、多数の鉱玉歴、鉱玉の完成品、未製品、蛇紋岩製の石符及びその未製品と、石族、石槍、鉱石、石水などの石器、銅石製大種などが検出されており、この一号縦穴において、鉱玉を主とする玉類の生産が行われたことが明らかで、ある。また、 六号縦穴においては、一号縦穴と同様の工作用と見られる浅い、円形のピット、砥石、鉱玉歴などとともに、多数の蛇紋岩性石符の未製品と白片が検出されており、鉱玉の生産と同時に、鉱玉の母岩である蛇紋岩を利用した石符の生産の行われたことが伺える。こうした各縦穴の出土品の内容は、他の三号縦穴や、 4号縦穴、2号縦穴についても全く同様であり、この遺跡が中期の前半から晩期までの長期間を通じて、鉱玉をおもとした玉類と蛇紋岩の石符を生産した生産の遺跡であることが判明したのである。縦穴群の東方の定置部分で検出された排石遺構は、東西12メートル、南北16メートルの広がりを持ち、 中上あるいは扁平な河原石の縦石で作られた区画とその内部及び外周を埋める扁平な河原石の敷石からなっている。排石以降の主要部は西北部の長径5メートル、短径3メートルの楕円形の環状排石とその東方にある中央敷石部分に計60センチメートルの巨大な木柱4本を持つ一辺4メートルの方形排石。 方形排石の南方に広がる三重の古城排石と、中央部に位置する小道2メートルの路上排石の4種の排石で構成されている。環状排石内部から、王行の亀型土器に収めた小型の壺形かわらけ、一と、朱漆塗りの串、骨片が、また路上排石の内部からは、土器片、砥石片、石譜、鉱玉とともに、一部重骨を含む、 多量の人骨片が出土している。4本の木柱を持つ方形廃石では、三隅に石棒を立てており、廃石内部から特古石とシュウルシヌリの串数個が出土した。中期前半から晩期に至る工業区及び蛇紋岩性石符の工房跡と晩期の極めて得意な廃石以降からなる寺地遺跡の内容は、縄文時代における攻業生産の実態と、 この地域における特殊な祭祀の形態を伺わせるものとして貴重である。ありがとうございます。